最後の告白。2年前くらいのことなんやけど、ある日の夜11時頃、俺はいつも通り自分の部屋のベッドで寝ることにしたんやけど、なんかうまく寝つけなくて、なんかその日の夜だけ部屋の空気が変やったんや。言葉ではうまく言えないけど、なんかいつもと違う空気が漂ってる感じがした。しばらく目つむって、寝っ転がってたら寝れるやろって思ってたら案の定寝てしまったんや。で、その後目が覚めたら、朝の2時3時くらいやった。そしたら、ドアんとこになんか気配感じて、見たら女の子が立ってたんや。見た目は小学生くらいやったと思う。やばい、あれ絶対幽霊やん、って思ったんやけど。なんか普通の幽霊とはちょっと違う気がしたんや。だって、その子の顔が見えるんやもん。俺は幽霊見たことなかったけど、顔が髪で隠れてたり、なかったりするイメージがあったから。そしたら、その子が突然泣き出したんや。なんかその子は悪い幽霊とか怖い幽霊とかやない気がして。大丈夫？って声かけたんや。その子は、やっぱり、って言ったんや。はっきり聞こえる声やった。でもなんかその声を聞いたとき、すごく懐かしい感じがした。その後その子は俺に、ずっと好きでした。って言い残して消えてしまったんや。次の日、その子と彼女に話してみたんや。俺と彼女は小中学生の頃の同級生で、高校は別やったけど、たまたま近くの市の花火大会行った時に再会して、そん時告白されて付き合い始めたんや。ちょっと話それたけど、その彼女に今回の幽霊の話したら、その子の特徴教えて、って言われたから、特徴を話したら、彼女が急に泣き出して、どうしたんや、って聞いたら、その幽霊の子、私らの同級生だよ、って言われて、え？ってなった。話によると、その子は彼女の近所に住んでて、いつも一緒に登下校するくらい仲が良かったそうや。せやからお互い恋愛について話したりもしてたらしくて、その時その幽霊の子が、私、〇〇くんのことが好きなの、というようなことを話していたらしい。その頃は俺の彼女も俺のことなんとも思ってなかったから、そうなんだ、くらいの反応だったらしい。その3ヶ月後くらいに、その子が俺に告白しようとしたらしくて、俺の彼女もサポートしようとしてたらしいんやけど、その数日後に事故で亡くなったんや。彼女曰く、まだ俺のこと好きやったけど、俺と彼女が付き合ってること知って、俺たちの邪魔をしないよう、こっそりと会いに来て別れを告げたのだろうとのこと。だが、一つ問題なのは、俺にその子の記憶が全くないんや。その子が亡くなったのは小学校5年生の時やから、確実に顔ぐらいは覚えてるはずなのに。ましてや、事故で死んだ子のことを忘れるはずがない。今でも時々、あの子の別れの言葉が頭をよぎる。黒い人の頼み。知り合いの話。10年以上も昔のことだそうだ。消防団員の彼は、行方不明者の捜索で、秋口の山に入っていた。4人1組で探していたのだが、彼のチームが遺体を発見した。発見したことを伝えるのと、担架の手配をするため、2人が麓の式場に戻った。彼は残りの1人と一緒に、遺体のそばで番をする方に回った。日が暮れて暗くなってきた時、目前の林から人に似た何かが姿を現した。大きな体に粗末な衣類をまとい、大きく開いた口元からは歯が覗いていた。その肌は、頭のてっぺんから足の先まで真っ黒だった。それは彼らを見つめると、
その死体を譲ってくれないか。と尋ねた。ダメだ、と答えると、二人を見つめて、何かしら考えているようだった。思わず二人とも、護身用に持っていた釜を握りしめたという。それはしばらく考えて諦めたのか。残念だな。と言って山に戻っていった。立っていた場所には、よだれが大量にこぼれて光っていたそうだ。代筆。知り合いの話。冬山で、遭難した登山者が見つかった時のこと。捜索隊に加わっていた人から、こんな話を聞いたという。遭難者はメモ帳に、死ぬ寸前まで日記をつけていたらしい。日記の最後の方は、飢えと寒さのためか、字が乱れていて読めたものではなかった。しかし、日記の最後に書かれた2行の文章だけは、はっきりと読むことができた。お父さん、お母さん、もう帰れません。ごめんなさい。頼まれたので書きました。まるで子供が書いたような下手な字で、ひらがなだけが使われていた。字は強い筆圧で書かれており、遭難者の書いた字体とは明らかに違っている。遺族にメモ帳を渡すときには、最後の一行は破り取ったということだ。おとぼけくん。私は福岡の田舎の方に住んでるのですが、先ほど、庭の草むしりをしてたところに、10代から20代くらいの若い感じの男がやってきて、水をいただけませんか？って言ってきたんですよ。まあ別に水なんて渋るものでもないですし、軒下に来るよう言って、コップに氷と水を注いで持って行ったんですよ。その男はありがたそうに水を飲み干して、いやあ、今年の夏は暑いですね。なんて世間話を始めたんですよ。私も田舎民ですから、誰かと他愛もない話をするのは好きなので、コップに追加で水を注いであげて、話をすることにしたんですよ。今年は草が生えまくって大変だ、とか言ってね。そんでまあ今の世間といえばコロナですよ。私の周りにコロナにかかった人が多くて大変だ、なんて言ったとき、男が、ぎょっとしたんですよ。どうしましたか？って聞いたら、コロナはもう収まったじゃないですか。なんて言ってくるんですよ。ああ、こいつ、コロナは風邪論者だな。なんて思ってちょっと引いたんですけどね。どうにも話がおかしいんです。コロナは令和7年で収まったはず。なんて言ってくるんですよ。令和7年、思わず笑いましたよ。したら、男はやっぱりけげんそうな顔をするんです。今は令和4年だよ。暑さでもうろうとしてるんじゃないですか？って言ったら途端にうろたえ出しましてね。そんなわけないじゃないですか。冗談がうまいですね。とか言ってきましてね。元首相は先々月くらいに撃たれたよね。と言ったら、もう男は大混乱ですよ。タイムスリップでもしたんですか？なんて笑いながら言ったら、大真面目そうな顔をして。そうかもしれません。なんて言ってきまして。おお、こいつはやばいやつだな。と思うと同時に、どんな話をするのか気になって、もうちょっと話さないかと言って、おとぼけくんってアイスを押し付けてやったんですよ。そしたら、まだ売られてるんですか？と来た。面白い。こいつの中では、コロナは令和7年で終わって、おとぼけくんはもう売られてないみたいだ。これは無理にでも引き止めて、いろんな話を聞きたいじゃないですか。男が言うには、彼は令和18年から来たらしく、年は20歳。大学の夏休みを利用してサイクリングをしてたところ、水が切れてしまい、通りかかった家の庭で私が草むしりをしていたから声をかけたんだと。なるほど。確かに彼は空っぽの水筒を持ってなかなか良さそうな自転車に乗っていました。
未来から来た人間とすることなんて、金儲けくらいですよ。早速、競馬や宝くじのあたりなんかを聞いたんですが、どうやら趣味じゃないらしく、それらはよくわからない、と。まあ私も今から平成に飛ばされたって確かに答えれませんからね。より一層、男の話が、らしくなってきたんですよ。そっからはもう気になることを質問攻めです。ロシアとウクライナの戦争はどうなったか、という質問には、ロシアが自利品になって停戦協定を結んだとか、戦争は令和6年くらいまで続いたらしいですよ。令和12年頃に、サル痘に結構な人がかかったらしいです。ほら。と言いながら、彼の腕にできていた病気の跡を見せられましたよ。他にも色々話したんですけど、多すぎるので割愛します。タイムスリップの原因は自分でもわからないと言ってました。もしかすると叱るべき機関とかに連絡するべきなのかもしれませんが、私も彼もそんな機関知りませんしね。とりあえず自宅に行ってみると言って、帰っていきましたよ。タイムトラベラーのふりをした狂人なのか、はたまた本当にタイムスリップしてきたのか。私にはわかりませんね。おっきおっき。一人暮らしを始めて一月くらいした頃、夜中目が覚めると、血だらけの女が、ボソボソっと、一緒に死んで、とか言いながら近づいてくんの。もう怖くて怖くて、必死で後ずさりして逃げたんだけど、すぐ壁にぶつかった。来るなぁ、なんつって、横にあるリモコン投げたら、霊の顔に当たった。そしたら霊がうずくまって、いったぁ。つって、スーッと消えた。おっきおっきした。おっきおっきで吹いた。怖がりなので、そのリモコン譲ってください。